ソフトマテリアル化学と言われる高分子機能性有機材料化学について坂本英文がお話しいたします。ここでは薬物調達システム、生態適合性、生分解性材料、それに金属イオン分析用の蛍光性高分子化合物についてご説明いたします。まずはじめに、薬物調達システム、ドラッグデリバリーシステムについてお話しします。薬物調達システムとは、皆さんも耳にされたことがあるかもしれませんが、ドラッグデリバリーシステムとも言われ、薬物を患部である細胞や組織、臓器のみに選択的に輸送し、その部位で放出するシステムです。その利点は、患部のみに選択的に輸送して作用するので、必要最小限の量で良いため、他の臓器への作用がほとんどないことから、副作用が非常に少なく、費用も軽減できます。また、多くの場合は、薬剤をカプセルに包んだり、高分子に結合させたりした状態で、体内に投与するため、薬剤の放出時間を任意に調節することができます。それにより、従来は2、3日ごとに注射を受けるために病院に行っていたものが、体内に2週間ほど徐々に放出されるようになれば、通院の頻度が大幅に減少するため、生活の質が大きく向上することが期待できます。先ほどもお話ししたように、一般に薬剤調達システムでは、目的とする患部、例えばがん細胞のみに届くような仕組みを備えたナノメータルサイズのカプセルなどの運搬媒体に薬物をくるんで体内に投与します。そのために運搬媒体、すなわちキャリアの開発が重要になります。薬物調達システム、すなわち DDS のキャリアとして、ここに示すようなベシクルといわれる数十から百数十ナノメータルサイズの球状のカプセルが有効です。このカプセルは親水性と疎水性部分を持つ両親媒性化合物という有機化合物が、模式図のように水中で配合して形成されます。ベシクルでは、膜の部分が疎水性で、内側の空間は水溶液などを包み込む親水性部分となっているため、膜の部分には疎水性の薬物を、そして内側には親水性の薬物を包み込むことができます。私たちは、前のスライドでお話しした薬物調達システムのキャリアとして、ここに示すような親水性の糖であるガラクトースと疎水性部分を持つ化合物を合成し、この化合物で作成したベシクルを開発してきました。この化合物の親水性部分であるガラクトースは、肝臓の細胞の表面で選択的に認識されて、細胞内にとも取り込まれることが知られているので、ガラクトースを持つ化合物で作成したベシクルは、肝臓細胞表面で吸着されるため、肝臓に選択的に薬物を送り届けることができるので、肝臓がんなどの治療に有効であると考えられます。次に、生態適合性材料と生分解性材料についてお話しします。例えば、体内に一般的なプラスチック製の成形品を挿入すると、体の免疫系が異物と判断して、表面で血液凝固が起こったり、異物を排除するための
炎症反応が起こったりします。実際に医療用材料として用いる場合にこのような現象が起きると生命を脅かすことにもなるので、このような異物としての認識反応が起きないような材料を用いなければなりません。そのように体内に埋め込んでも血液凝固反応や炎症反応、免疫反応などの生体防御システムを引き起こさないような材料を生体適応性材料といいます。この写真の左には従来のプラスチック材料、右には生体適応性材料を表面処理した時のプラスチックを血液にさらした場合の表面の顕微鏡画像を引用しています。左の従来の材料表面には赤血球やタンパク質であるフィブロインのネットがたくさん付着していますが、生体適応性材料で表面を処理したものではそのような血液成分の付着はほとんど認められません。このような生体適応性材料を開発し、新たな医療材料への応用を目指しています。このスライドに示しているキッチンはカニやエビ、それに陸上の昆虫、例えばカブトムシやクワガタ、コガネムシのような甲虫の殻などの成分で、植物の主成分であるセルロースに次いで天然では多く産出される高分子で、セルロースの一部のヒドロキシキがアセチルアミド基に置き換わっただけのものです。このアセチルアミド部分を加水分解するとアミノ基を持つキト酸が得られます。このように天然に産出されますが、その多くは産業廃棄物として廃棄され、また大量に存在するため石油と違って枯渇の心配はありません。さらに昆虫やエビ、カニの甲羅から取れるので生態適合性についても非常に高いことが知られています。その上、このような天然に産出する高分子は石油由来のものと違って体内や自然界で分解されるため、体内に埋め込んだ場合でも時が経つにつれて自然に分解されるので、手術用の縫合紙などに用いても再び取り出す必要はありません。また自然界に放置しても今問題になっているマイクロプラスチックのように分解せずに海洋に漂い続けることなく自然分解するといった大きな利点があります。しかしながら、キチンやキト酸は水や有機溶媒に非常に溶けにくいため成形加工が難しいという問題がありました。そこで私たちはこのキチンから得られたキト酸を有機合成化学の技術を駆使して加工するために、水や有機溶媒への溶解性に優れた材料の開発を進めています。次に金属イオン分析用の蛍光性高分子化合物についてお話しします。この図の輪っか状の化合物をクラウンエーテルと言いますが、これはナトリウムイオンやカリウムイオンと選択的に錯体を作ります。また隣のピレンは強い蛍光を発する化合物です。これらの化合物を使ってポリマーを合成すると、クラウンエーテルとピレンが近くにある場合はピレンから蛍光が出なくなります。ところがクラウンエーテルと金属イオンが錯体を形成するとピレン本来の蛍光が観察されるようになります。クラウンエーテルはその管の穴の大きさと金属イオンのイオン系がフィットした場合にそのイオンとのみ選択的に錯形成することが知られているので、特定のイオンが共存する場合にだけ蛍光が観察されるようになります。この原理を利用して
特定のイオンを選択的に検出できる高分子の開発を進めています。